方のおばあちゃん。わしも知らん。知らんの。え、マジ言ってんの。なんで同い年やんのにわしも知らへんの。え、これさ、なんかジェネヒアというよりあのテレビっ子かっていう、見てる番組の違いやね、うん。まみそらは中2ぐらいまでお母さんと一緒見てましたがね。私も私結構早くやめた。おかいつか祝いですから。ちょっと待って、その略し方嫌や。普通に中3の夏休みぐらいまで見てたわ。はい、ありがとうございました。お昼で普通にメイク落ちすぎてほぼすっぴんやけど、私もアイラインなくなった。すっぴねきです、すっぴねき。もう配信って書いとこうかな。え、それは嘘やんだって。え、これ美味しそうやの。美味しい。これ美味しい。ブラックペッパー、うん、ブラックペッパー引かれる。ブラックペッパーに間違いないからね。ポリーマンさん、ダイヤルありがとう。みんな今日のお弁当はうどん。ひだまつりカード最近よかった、大切にしてください。こんにちは。ポリーマンさん、ハートありがとう。日高浩二、コンペイトありがとう。コンペイトやって、日高北斗の大好物じゃん。えぐいってえぐいって。偉そうですかね。そんな甘いものが好きな、その人。分かって言ってやってくれたんかな、日高北斗が。コンペイト好き。皆さんぜひあの NMB48 公式ツイッターを見てください。 それを拡散お願いします。頑張って書いたんだからね。ね、いいな。結構な数書いてました。結構な数書きましたんで。カルちゃん、コンペイトありがとう。スコさん、コンペイトありがとう。え、これ確認やけど、ちくわですよね。あ、ちくわじゃないよ、あれですよね。うん、これタケノコやんね。ペイさん、コンペイトありがとう。うわ、ラッキー。マツさん、タケノコ弁当とかマジラッキーやん。ひな祭りの明かりみたいな。これなの。ぼんぼりや、明かりをつけましょう。ぼんぼりにあげる。ぼんぼりや、食べ。ありがとう。体調はもうちょっと治りそうです。ぼんぼりありがとう。ミッチーさん、ハートありがとうございます。ね、先生の受験のカードメッセージ入れた、大切にしてね。ありがとう。リュウさん、くまちゃんと、ありがとう。みんな来てくれて、私は今からご飯を食します。私うどんすすれへんねん、ラーメンとか。ありがとう。え、そうやん。てかうどんってすするもんな。ハッチさん、ハートありがとう。気になってたけど、ちなみにね。じゃあやめてやめて。ね、嫌や。嫌や。ほんまに嫌や。嫌だ、ハッチちゃん。これ食べていいか分からへん。ナンバーついたよ。こんにちは。アッシュさん、完結だった今で。完結だった。頭クラクラする。えって。あ、なんかすごい。なんかすごい味噌ら。あ、ブラボール。おだいり様とおひな様になりました。ペイさん、だるまありがとう。さ、バレンタインとかさ、実家あるけどさ、ひな祭りとかなくない？うん、あんま特別な日感じなくない？特に何もないから。なライムミントさん、じいじありがとう。この後はレオの生誕だよ。ね、楽しみ。楽しみ。まあ、ほうちゃんの生誕、全員の生誕楽しみ。来週よ、私。全力でお祝いするね。ありがとう。思いました。全力でお祝いさせて、それに答え。お代理様とおひな様、ありがとうございます。とかもさ、当日。えっ、マジ？うん。エグいやん。メイ君、ね、踊るの忘れた。お祝いできるの嬉しい。だからみんな出ておめでとうって来たら言ってね。座った席の前の席がみすらさんの書いた番号でした。おお、あ、そうそう、みんな。見てくれましたか、 NMB の公式ツイートは。今日から、ね、私やったらあれめっちゃ写真撮りたくなる。なあ、でも撮られへん、うん、今日から座席表の撮れへんのな、あの番号、ね、だからいっぱい見に来てください。私たちが書いた直筆のやつになってます。うんまっ、タケノコ、びっくりした。全席じゃなくてランダムになってるので、それは半分ぐらい多分ね、うん、6.5 割ぐらいは私たちの直筆になって、結構書いたな、マジで、うん、直筆になってるので、それも楽しみに来てもらえたらなと思います。なんかマジ個性出るくない、ああいうの、うん、なあ、もみすら困ったら猫描いちゃった。もう隠れるもんがなくて、そしたらもう3回くらいうちうちもさえて描いた。隠れすぎやわ。内股に助けられてない。ちょっとマジでさ、私さ一個見てほしいのがさ、うん、141番の席にマジで座ってほしい。なんで、あれコヨリンの、あマジでめっちゃおもろい。コヨリンほんま天才なんです。ちょっと141番の人を、あの、座ったらマジでほんまに報告して教えてください。マジでほんまにおもろいんで、もしそうやってとしたら絶対報告してほしい。ほんまにおもろい。もしあなたがそこの席に座って、もしそうであったらもう天才です。ほんまにラッキー、ほんまに人生最高やと思うわ。マジでおもろい、あれほんまコヨリン天才と思った。あれはみそさん、あれはおもろすぎる。ほんまにおもろい、笑ったよ。みそです、いっぱい食べて喜びます。その座席番号は間違えないでください。手書き座席表意です。ありがとうございます。毎回シルコさん、タコありがとう。ヨウちゃん、ほんまにありがとう。カルちゃん、ありがとう。直筆なんですけど持って帰らないでくださいね。あ、
全然ね、今までありがとう。夜子行きます。ぜひ座席今まで、本当に赤の劇場の中でみんな座ってたのが、得意なんですよね、写真撮影。変わったので。美味しそうに食べるな。めっちゃ美味しい、このお弁当。やばいです、今日。見るだけで楽しい。今日はレイオティアンのリクエストね、これ。レイコちゃん、ハートありがとう。レイオティアンのね。大丈夫、大丈夫。もうちょっとで、全回復しそうです。スタンプでさ、自分に買おうと思っててさ、アップルウォッチを買おうと思ってんのよ。え？かっこいい。そう、最初ヘッドホンと迷ってんけど、今日も買いたてありがとう。先にアップルウォッチ買おうと思って、イソメロ好き、イソメロ好き、可愛い。その本体の色がシルバーと黒があって、今迷ってるの。嬉しい、ちょっとずつね、サラサラペンライトが普及して。黒かな。だってさ、シルバーって服絶対合わせづらくない？確かに。可愛い服とかにさ、ひな祭りありがとう。え、でも基本ケース上からつけるよ。ひな祭りありがとう。なるほどな。むず。どうしよう。どっちがいいかな。ペンサーペンライトありがとう。服の系統によるくらいだよ。ポーちゃん可愛い系やからシルバーでもあると思う。迷う。かやこちゃんハートありがとう。よし。ってます。オルさんポップありがとうございます。マッチさんハートありがとう。でもマッチさん使いこなせるな。絶対使いこなせるな。スマホって正直いいかなって思っちゃうもん。でも音楽とか、その流せるから、これ流せるから踊る人にはいいよ。確かに。ポーちゃんとかな。ハッピーハートありがとう。久しぶりにセンター見ました。ありがとうございます。私はもうアップルを持ってきたらよかった。ミス今日は結婚式ができんやん。ごめんね、ありがとう。やだ。待てエッセージ全部読みたくない。そうなのだから、ぜひ皆さん遊びに来てください。たくさん大阪丸さんハートありがとうございます。自分が書いた番号ってあんまバラさん方がいいかな。うん、いいか。普通にいいんちゃう。でも覚えてない。そう、覚えてないね。覚えてないね。ほんまにランダムに書いた。うん。で、なんか意図的に書いたやつはもうツイートしちゃったから、あとは覚えてない。確かに。あとはもう運ですね、皆さんの。うん、なんかこの辺まだ書いてないなっていうとこから、いや無作為に書いたから、私もどこ書いたかほんまに覚えてない。だからさっきツイートした47番と88番と21番はなんかすごい意図的に書いたけど、逆にそれ以外はね、何も考えんとランダムで書いたので、覚えてないな。何だ、何番書いたっけ。でも一桁台も書いた気がするな。私9書いた。9期の9。じゃあミスラなんやろ。5とか。いやでもあんな丸み帯びた文字書いてないわ。じゃあ5じゃないかも。どんなんやねん。大体書字が配ってるやろ。それもいらんの。じゃあなんか胃もたれしちゃう。犬足さんコンペートありがとう。で待って、ジェネギャみたいな話しようや。あやみもおるし。スタジアムでルーマリーを忘れたのだから。でもさ、私とミソラと最近も結構離れてるからさ、ほうれん草、ほうれん草ほうれん草みたいなやつ、うん、みんなで歌ってたやつ。メイクルームで書いてくれたバルゴの後ろ座ればちょうど見やすい。確かにな。ほうれん草、ほうれん草。ミソラが書いた席に座るよりか、ミソラの席の後ろに行くのが一番ベスポジかもね。確かに。ほうれん草、ほうれん草。でもね、ほんまに覚えてないの。ほうれん草、ほうれん草、初めて聞いた。21と88と47がおはようございます。でもあとね、5枚書いた。何これ。ドンじゃないよ。かわいい。あとの5枚はみんなの、ね、目で探してください。ミソラは覚えてないので。とんちゃんありがとうございます。でも3桁のやつも絶対書いた。ちなみにあの番号には名前書いてます。誰が書いたか。あ、書いてるね。うん、だからね、お見送りの待ち時間とかに見てほしいです。猫が書いてあったら、お見送りやったら前のお客さんとか書いていたらこうやってどこなの入るときとかに注目して猫描いてたので、確かに見てもらえるかなと思う。73だけど誰かな、誰やろ。73描いたよって人。あ、あやみ。あやみでした。私の誕生日。ん、77。風邪、ちょっと風邪ひいちゃいました。でも大丈夫です。え、トガちゃん、みんなのね、ペンライト見たら頑張ります。鳥辺の推し。鳥辺誰好きなの。ハルチオ。ん、珍しいの。ハルチオ。ハルチオ好き。珍しい。サンデー。ハルチオってか、あの兄弟が好き。ハルチオとセンジュの。ああ。ミソラはリンドウとココだよ。ああ、いいよね。ごめん、私はキューマンとしてやらせてもらってるから、やっぱりあの花垣タケミチ。ポ。ポって何？ポ。マジ？だからハイタニ兄弟好きそう。そう。みんなちなみに今トリベと妖怪ウォッチプニプニコラボしてます。そうやね。プニプニめっちゃ昔やってたわ。プニプニさ。一回。一時期めっちゃ流行ってた。子供食べながら喋るのダメ。詰まる詰まる詰まる。いつも絶対詰まる。プニプニやってた。この前も久々に桃鉄やった。桃鉄やばい。桃鉄にそれやったことない。チビチビ社長って名前でした。チビチビ社長。チビチビ社長。
当たりますように。ちょっとさ、ハッピーハッピーハッピー鉄板さん、ハッピーハッピー今ハマってんねん。もう世の中猫見えますぎる。でもこれハッピーハッピーハッピーしか知らん。嬉しい、ありがとう。ぜひその調子で私服にしてください。してください。80番台はメンバーの手書き多かった気がする。あ、そうなんや。はじめまして、はじめまして。ほんまに覚えてないので、ミスラは88番書きました。え、妖怪ウォッチプリプリ今やってんだよ、私。ミスラもやってんで、今やってる。てか妖怪ウォッチ新内現役勢やから、3DS ね。よろしくね。私今ゲーム何もやってないな。誰が書いたか分かるようにやってます。ヒロトラやってるね。右下とかにね、名前ちゃんと書いてある。ゲームって通貨へん、マジで。だからヒロアカ好きやけど、飽きたゲーム。ゲームって山ちゃん、はい、ゲーム飽きる。昨日さ、皆様カード見せる時引きした。今さ、TVer でさ、これ昔のドラマとかめっちゃ配信されてるやんか。やってる。さ、それでさ、あ、ブザービートあるやんと思ってさ、うん、もうめっちゃ好き。え、あの昔見てた記憶あんねん。あのバスケやん、プニプニってのに妖怪はバスケ、弟がバスケやってるので、ママたちと一緒に見てた記憶があって、で、ブザービート見て、で、1話見て、うわ、続き見ようと思ったら2話ないねん。あんで？ミームって言うの？いや、ないねん。配信終了してでも。ネットミームとかよく言うやんな。もうマジでさ。一回ネットに上がった動画で1話だけ残るけど、そうそうそう、さ、TVer2話から。TVer 残らんよな。そうそう。もうほんまさ、私もうさ、めっちゃさ、曲が分かんないんってなってさ、マジでさ、もう一丁さ、昨日、ミソミームって言ったら、ミソラやん。ママがさ、その今配信してるから見た方がいいよって言ったら、その楽しみをね、見たからさ、見たらなかったからママにめっちゃさ、やつだってきた。最低。頑張って時期。でもめっちゃおもろい。私コードブルー全部見たよ。あ、マジで？シーズン1、シーズン2、シーズン3。コードブルーさ、MER 見たよ、私。うん。最近に言われて。MER はいけてんけど、コードブルーさ、ちょっとさ、傷の写真がさ、結構多くて。あんまり良くない、コードブルー。だから、無理やった。確かに。私も、うってなるもん。無理やった。ライミみたいな猫ミームもアイドルしか1話しかないってもちょっと編集のことが分かんないので猫ミームめっちゃ楽しかった。ほんま、編集の仕方分からへんから。ノースフライトさん、ハットありがとう。キングキャメロさん、なんか TVer で見れるおすすめのドラマありがとう。あったら教えてください。あとまず、あの、ブザービートが昨日も上に書いたんですね。仲間思いっていうか、マイキー思いっていうか、ちょっと怖いなりにの優しさがあるところがな。何やろ、見たかったのに、めっちゃショック。確かになんか何枚か1話だけ見ました。普通に長文書きすぎて字ちっちゃくなったやつとかあるんでね。昔のドラマってなんか夜始まった見やすい。昔のドラマなんやろ、ブザービート見たかった。ブザでもさ、ブザービートさ、あの1話見たんよ。でもちょっとなんか長く持ってかれたよ。ダメ、帰れんかった。これからも使うから、あのみんなのね、目のシャッターに収めてください。持って帰りたい気持ちはめっちゃ。今日休憩でさ、それぞれあのなんかみんな卒業式のドラマやってるみたいな。何見たかな？三沿いの漢字書けみたいな。1年前のミスラ。見たかな私。今と変わらへんで、でもブログに1枚だけ載せた。めっちゃさ、月9さ、流行ってた時期あってさ、ほんまに去年の今ぐらいめっちゃ流行ってた時期なかった？あの、あれ、あの好きな人がいることのやつ。卒業しました。あの時さ、めっちゃ流行ってなかった。もうバリ好きやった。マジでさ、学校のみんな見ててさ、歌ってたもん。え、あれなんてドラマやったっけ？卒業式のなんてドラマやったっけ？好きな人がいることっていう名前だっけ？ほんまな、なんもないで。めっちゃ流行ってた、あの時期の月9バリ流行ってたよ。わかる。化粧も学校は見てた。あの君がこれ、あ、これか。山奥、山奥の学校やから。ほんまに、あの山奥。聞いたことある、聞いたことある。福士蒼汰さんと、あの本田翼さんのドラマ。え、知らん？需要あるかな。え、でも絶対見たことある。なんか夏祭り浴衣で来てた。え、待って、何何何何それ。多分みそさん元気、元気やね。覚えてないな。ちょっと元気。でもマジでさ、その時期のドラマさ、マジでさ、クラスの女子みんな見てるくない？マジで流行ってた。ありがとうございます。マジで流行っててさ、こんなか。あ、もうありがとう、こんなか。マジで流行ってたよな、あの時の。えっく、無理しないで。何流行ってたかな。順調に直せるように。あのお坊さんのやつ。あ、配信されてたのよ、TVer。あ、マジで？え、でも私に恋するお坊さんです。でも、あ、見てたかな、私。ヒ
ヒルはめっちゃ好きだった。クリスマスソング、あ、そうなんや。サンキュー。え、そうやったっけ。長くなるだけだからまとめるよ。めっちゃ好きだよ。君が好きだ。あ、最近あの写真撮ったら見たの、こいつがある。マジで、あれも流行ってたくない、あの時期じゃない。だからみんなのね、こいつ見てた。めっちゃ可愛い石原さとみさんが夜公演してくって言ってて、オッケー、ゆまちゃん、ゆまちゃん、石原さとみさんマジで可愛いね。一回ね、よかった。シーズン4を追い返してる。山奥すぎて、あのお庭にシカちゃんが住んでいました。それ泣けたの、高校ので、生物の先生がヒルワーク全話見て数えきれないぐらい泣きました。何ていうの、それな、すごく、何見てたの。5時9時5時9時ってそんなあったっけ。5時から9時まで、5時から9時まで。あ、お坊さん、うん、あ、こういう略し方するんだ、ね、マジであの時期のドラマ、マジみんなクラスのみんな見てた。え、私見てたよ。あとは、あと最近やけどゾンビ、君が、君が普通にゾンビだった、竹内涼真さんと中条あやみさん。あ、世界、世界の世界が悪いに、あれさ、シーズン3からさ、Hulu しか見れなくなってさ、そっから終えてない。映画出てるのに見れない。私、風呂入ってね、ミサロが、うん、見れ。それは昨年中学校で、えー、その時中学校の時に流行ってたからさ、だし、あの他のクラスの友達とめっちゃ仲良くて、私あの友達が来たらゾンビごっこしてた、廊下 で倒れるとかしてた。小5とかの時のドラマはめっちゃ見てた、私が。ああ、そういうこと。小3とか、え、めっちゃ前やん、覚えてるかな。それだから、そのあれ、好きな人がいることとかのドラマの時期。ああ、こんな時期めっちゃ前やん。なんかね、今日とかは、いや、今見返して思うけどさ、ね、めっちゃ画質悪くじゃないから。でもさ、とかもなんか時代感じると思ってたのに、いざ踊り出したら見てた、懐かしいってなる。150回ぐらい撮ってしまうっていうミソラの性格。わあ、懐かしい。なんかチョコのやつ知らん、チョコのドラマ、ね、それ楽しい。あ、それ、それそれかも。まあ、これで治るのが長引いても最悪いいかなって思えるぐらいには踊るのが楽しいです。いいイチゴ、いいイチゴ。あれと30衝撃映像、やばいやばい、見てないわ。それめっちゃやばいエピソード、そう、ほんまに山奥。でも見てたのは、めっちゃ遡って好きな人がいることになった。ほんま嫌やな、見てた。月9マジ嫌やったわ、とか激アツ。マジクラスの女子みんな見てたもん。だから話についていくために私も必死に追ってた。かわいい、えらい、ちゃんと見てて必死に追ってた。あ、失恋ショコラティエ、あ、そう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 、えぐい。あと何や、マジあの時期のドラマちょっと名前出してください。皆さん147、名前出してください。食べたら終わります。もう食べ終わる。そっか、147のお店だ。みんなも結婚してありがとう。真犯人フラグ、最近やったら真犯人フラグめっちゃ見てた。見てないわ。マジで、ありがとう。毎週見てた。しかも見ちゃったで、いや、見てたっけ私。なんか忘れたい、衝撃映像すぎて。なんかおもろいですね。シカちゃんが死んじゃった。何あったかな、うん、私でもヌーベとかめっちゃ見た。猫飼ってるから動物がね、好きになるんですよ。好きな人がいることの、あの歌手の方、うん、カラーの方、ね、あ、そうなん、雪女で。私その名前忘れちゃった。前、じゃあ忘れたいな、その子って。そのK-POP のさ、韓国の方やねんけどさ、めっちゃ美人やねん。あ、そうだ。めっちゃその人が好きで。インフルやったよ。やっと回復したよ。よかった。見てたかな？インフルか、鼻にぼつくんだね。あれ嫌やね。ミソラもね、10月ぐらい。卒コンのね、リハの期間に1回風邪ひいて。夏。結構ね、めっちゃ熱が上がったから。あのインフルかなと思って、鼻に棒突っ込んだのにインフルじゃなくて、あの鼻に棒突っ込むのやなって思ったよっていう思いで。もうさ、突っ込むならもう陽性出てくれた方がなんかさ、良くない？インフル、鼻突っ込んだのにさ、陰性やった時めっちゃ悲しい。めっちゃ嫌よ。それやったからでしょ。この前すぐ、はい、陽性ですって言われた。写真1分って言われた。やばい。ミソラがさ、うん、昔ハマってたドラマの何、あの月9とかめっちゃ見てたタイプ。月9見てた？いや、見てない。イケパラで時代止まってる。え、イケメンパラ、イケメンパラダイス。みさちゃん、はい、いつの話してんの？人気に一周してる。そう、みんな急にイケメンパラダイスで、堀北真希さん主演の。え、イケメンパラダイスじゃない？いけない太陽だな。え、みさちゃん月9見てた？月9って何？月曜の夜9時から放送されてるドラマ。これまでドラマなんて見たことないんだよ。アニメ勢か。そうだよ。俺はでも3次元まで NMB48 が知らないんだ。
残念だったね。体温めて言うと食べてくださいね。ありがとう。寝ますね。じゃあ木8とか言うの。木10じゃあ木10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 みたいな。月がめっちゃ流行ったくない。知らない。嘘やん、マジで言ってる。え、なんかそう響きは知ってるけど月食って何みたいな。好きな人がいること見てないの。え、何それ。えぐいって。もうそうしてるね。え、でもちょっと知ってる。あのあれとか、あの合唱部とか。14日、2週間頑張ろうね、一緒にドラマあんな、合唱の、うん、そう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 、とかは知ってる。それ多分言われたらわかる。逆に知らんわ、それ。行ってみて、文治さん有名なやつ。有名じゃん、月9出たから。今思わせんね、私らも月9見てたけど、うん、昔、多分私今のやつは本当に分からん。昔のやつやったら小学校とかならば分かるかもしれない。小中見てるの嬉しい。めっちゃ面白くない？コンフィデンスマンめっちゃ見てたわ。マジで見てた。見てた。見てた。UA はあれで、ヒロアカで。月9なんかあった？月9思い出して。月9思い出してみんな、月9。忘れました。月9じゃないけど、あの電車のタイムスリップのやつ見てた。あれや、バックトゥザフューチャー。え、違う、あのバックトゥザフューチャー。あれだよ、あれ。なんか、待って、悔しい。あの、めっちゃ仮面ライダーの俳優さんが出てたやつ。仮面ライダーの俳優さんが2人と、あの、めっちゃ出てた。めっちゃ出てた。3人くらい出てた。あれ、あの電車のやつ。誰か分かる方いませんか？電車のやつ。時を開ける人じゃなくて。ペンディングトレイン。あ、それそれそれ。なんでわかるの？聞いたことないもん。そうやろ、なんか最新のドラマやで、これ。あ、そうなんや。最近の。うん。新しいの分からんの。言うて3ヶ月前とか。最近マジで見てない。割と最近やん。ジー、よし君、ありがとう。今売ってるよ、ちゃんと。101回目のプロポーズって聞いたよ。6位レイク、ありがとう。知ってる。5位、深夜さん、ありがとう。マジで？山ちゃん、ありがとう。3位、リュウさん、ありがとう。2位、マツさん、ありがとう。ペンディングトレインめっちゃ面白いですよね。マジで？え、そう、なんかおすすめに出てきて見てみたらめっちゃおもろくて。ほんと？そう、私、アイサバイバル系大好きなの。あ、サバイバル系なの？サバイバル系。あの、水求めに行く感じとか。あー、すごいね。なんかめっちゃおもろかった。めっちゃおもろいらしいよ。え、やんな、あ、やんなとか言っちゃった。ですよね。これやろと思います。左右気分の人たちに。コードブルーは知ってる。あ、コードブルー知ってる。さすがにね、あれはね、コードドリ。ありがとう。あー、コードドリ見てた。紫を見つけるので皆さんぜひ。ちょっとさ、ああいうのってさ、しんどくならん？ちょっとしんどくない？コードドリ。バイバイ。ちょっと命。そうそう。最後まで。だから本当に身の回りでありそうだからしんどい。みんな筋トレみたいなの。筋トレ。緊急取り締まり、緊急取り締まりして見た。めっちゃおもろい。え、待って、仮想系の女見て。私今使うな。仮想系のカラス。それ見た見た見たさん。あの結婚した人たち、あの何け、あの星野源さんとあれが逃げ恥。あ、逃げ恥やめた。じゃ見てた、見てた、見てた。思ってた、夢の中にある。もういつか見えなくなる。私悔しい、この名前出てこないの。逃げ始めて、逃げ始めて、やばい。距離の中めっちゃ見てましたよね。今も見てる、逃げ恥は。指のバウンジに候補の香り。逃げ恥見てた。じゃあそろそろ終わります。みんな終わるの？やってよ、一緒に。15分後で終わります。おったげるのがいい。13位マツさん、ありがとうございます。12位リョウリョウさん、ありがとうございます。11位タコさん、ありがとうございます。10位ミギッチさん、ありがとうございます。9位ユウカさん、ありがとうございます。10位リカさん、ありがとうございます。やっぱアイラインばっかりすぎやろ。7位マーバさん、ありがとうございます。6位スミホさん、ありがとうございます。5位ユミトゥンちゃんさん、ありがとうございます。4位アカネさん、ありがとうございます。3位カヨトンちゃんさん、ありがとうございます。めっちゃ見たよ。2位キミトさん、ありがとうございます。1位トンちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。やばい、今日めっちゃ目しみんねんな、花粉症で。やばいやばい、ちょっとこの出てる。ありがとうございました。ほな夜公園でお会いしましょう。バイバーイ。